どうも、ラブミードゥです、これからの気持ちの心構えはをタロットで占いたいと思います、まず今の状況を思い描いてください、そして思い描いたら、この4枚のカードの中から気になるカードを1枚だけ選んで決めてください。決まりましたでしょうか。それではまず、こちらのカードとソードのナイトのカードが出ました。このカードを選んだ方は、人生の大きな変化が来る時です。何か、嬉しい知らせが入ってくるかもしれません。また攻撃的に行くことが大切な時です。チャレンジする気持ちを持ってください。リスクを犯したり、捨て身で行くなども、うまくいく、方法の一つになりそうです。さあ続いて、こちら。ペンタクルスの8のカードが出ました。このカードを、選んだ方は、技術を、向上させていくことが重要だとカードは言っています。また今まで頑張ってきた、ことに対して、才能が評価されたり、才能が認められる、もしくは才能が開花すると出ています。地道にやってきた人は、機運も高まる暗示が出ています。さあ続いてこちら、ソードの6のカードが出ました。このカードを選んだ方は、困難な状況から抜け出れた暗示が出ています。新しい方向に旅立っていけそうです。これからはもう、良いことの連続になるので、過去に縛られないことが重要です。もうしばらく、ちょっと休息をとってコンディションを整えていると、思いがけない連絡が入ってくるとカードは言っています。さあ最後にこちらのカード、節制のカードが出ました。このカードを選んだ方は、野望と謙虚さをうまく、合わせていくことが重要です。野心や、強気な行動だけではなく、謙虚さをしっかり持ったり、抑えるとか抑えるなど、押すとこ引くところを、両方持ってやっていくことが重要だと言っています。うまくこう合わせて周りと協調していくこと、それが、成功の秘訣だと言っています。一人で、頑張りすぎないことが重要そうです。さあ最後なに、こちら、私が風水の本を出しました。部屋の隅には神様がいる、ラブミールーの5分で簡単引き寄せ風水です。こちらの方なんですけど、5分で簡単に開運できる風水のテクニックや、部屋の隅を、掃除すると機運が高まるなど、いろんな、機運アップのことなどが載っているので、ぜひ読んでみてください。それじゃあまた。